しぶりだな。シュン、貴様に会うために地獄の底から這い戻った。ふん、わざわざ殺されるためにか、ユリアは。ふん、知りたいか。豚を飼っているのか。お前ごときでは俺の相手には不足すぎるのでな。君が北斗神拳とかを使う男かね。人を豚扱いするとはいい度胸じゃないか。やっぱり豚か。豚は豚小屋へ行け。久しぶりに生きのいい獲物ですね。やりがいがある。ケンシロウ、お前の剣ではその男は倒せん。お前が思っているほど北斗神拳は無血無敵ではないということだ。どこからでもどうぞ。私は今まであらゆる剣法をこの体で殺してきたのですよ。私を倒せるのはキングの剣、すなわちナント聖剣だけ。ユリア、昔の婚約者、目の前で殺されるのを見せてやろうと思ってな。ユリア、俺だ、ケンシロウだ。お前のことは完全に忘れたとさ。あの時のお前の命と引き換えにな。忘れてもいい。生きていてくれただけで。だがお前は永久にユリアには近づけない。その男の体は特異体質でな、外部からの衝撃を全て柔らかく包み込む。貴様の剣が経絡飛行に届くことはない。ケンシロウ、破り殺さないがいい。神拳は無敵だ。
どうやら昔のケンシロウではないようだな。こんな時代だからこそ、二人で力を合わせて生きていこう。真、力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく好きなものを自分のものにできる。俺は昔からユリアが好きだった。な、何を。私はあなたにそう思われていると知っただけで死にたくなります。ますます好きになる。俺はそういう強く美しいものが好きなんだ。ユリアは俺がもらうぞ。貴様、うこの時では俺に勝つことはできん。お前と俺には決定的な違いがある。欲望、執念だ。欲望こそが強さにつながる。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。誰が。ケンを殺せば私も死にます。何本目に死ぬかな。俺を止められるのはお前だけだ。お前のたった一つの言葉でいいんだ。強制はせん。自分の意思で言うんだ。ユリア、死ぬなよ。俺のために生き続けろ。なに？聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思っているのか？愛します。一生どこへでもついていきます。聞いたか、ケンシロウ。女の心変わりは恐ろしいの。ケンシロウ、もう一度あの地獄へ突き落としてやる。貴様には一生俺の技を見切ることはできん。この月を倒せるか、ケンシロウ。ではない。なぜ。執念。俺を変えたのは貴様が教えた執念だ。執念。貴様の技は全て見切っている。貴様の負けだ。俺を見下したようなセリフは吐かせん。
確かに貴様の執念を見た。ならばその執念のもとを断ってやろう。ユリオ、美しい死に顔じゃないか。俺を倒してもユリアはもういない。これで貴様の執念も目的も半減したというわけだ。剣士郎、死ぬ。貴様は殺す。人形？どういうことだ、シン？いない。ユリアはもういないんだ。俺はユリアに与えうる全てを与え続けた。そして、幾度となく略奪と殺戮を繰り返した。俺はシャニムに走った。そして俺は不動の権力を手に入れた。見ろ、お前の町サザンクロスだ。草も木も人間さえもお前のものだ。どうだ、少しは気が変わっただろう。私の心は変わらない。心が変わらない限りあなたは同じことを続ける。罪もない人が何人も苦しみ死んでいく。そんなこと私には。けどあなたとの約束を守れなかった。なぜ？ユリア！
最後までユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。こんな町も富も名声も権力も虚しいだけだった。俺が欲しかったものはたった一つ、ユリアだ。どうやらここまでのようだな。俺はお前の憲法では死なん。俺はさらばだ剣士よ。そんな男に墓を作ってやるんだよ。同じ女を愛した男だから。